ああ、なるほど、なるほど。なので、はい。結構、まあ、長いセリフも長かったですけど、確かに。割と、こう、できたかな、できたかなっていうか、その、後ろで、大輔先生も見てくれてるのもあるし、割と、なんか楽しく できました。本当によかったです。なんかずっと、フクメディ見ながら、ツイッターで感想、皆さんの感想見てたんですけど、やっぱあのシーン、めちゃめちゃ泣けますっていうのがめちゃめちゃ多かったですね。よかったです。それこそなんかその、ミンミンさんっていう方がつぶやいてるんですけど、もう、ティッシュ何枚使ったかわからんみたいな、コメントでもあったりとか。何ですか？ツイッターで今いろんな人のコメント見てるんですけど、すいません、もう本当、なんかもう泣きました、グッときましたっていうね、コメントがめちゃめちゃ多いですね。よかったです、本当に。いやー、でもこれから覆面ディ後半戦になっていくわけですけれども、今野さんの役のこの後の展開にも結構、楽しみがありますよね。楽しみっていうか、どうなっていくんだ、あの二人はっていう、警察に自首した後に。だいぶ変わりますよね、なんか。多分。どういうふうに二人が戻ってくるのか、またまた戻ってこないのかっていうのは、ね、確かに、まだ。見てのお楽しみではあるんですけれども。でもなんかこう、僕たちは当然ね、答えは知ってるわけなんですけど、そうですね。すごくこう、やっぱり覆面Dらしい展開になってきますよね。そうですね。だいぶ、こっからの方が逆に楽しいんじゃないかぐらい。確かに。もう今までが助走みたいな。助走でこっから走り出すぞ、7、8話で、みたいな。やっててもだいぶ楽しかったですね、後半部分は。そう。後半部分、結構一緒のシーンありましたもんね。大変なシーンもありましたもんね。ってことは、で、ある程度皆さんいうもことそうっはて言ってるんですけど。ね、いや、楽しかったな、あのシーン。楽しいっていうか、大変だったけど楽しかった。シーンいっぱいありましたね。今回でもその、近野さん的にこの覆面やるにあたってなんか大変だったことってあります？大変だったこと。でも結構こう、社会問題を扱うので、というかその実際にある事件というか、確かに確かに。そういうのを扱うので、まあ、それを扱うのは前提に置きつつ、その彼女たちも悪いことをしてるっていうイメージというか、自分の中で悪いことをしてるっていうことが頭にないから、そうそれですの、純粋さというか、よね。悪いことしてないくて、ただやってるっていう、こう、明るさみたいなのがああ、なるほど、なるほど。出るといいかなっていうので、やりました。実際にその自分が経験したことないことだから、まあ、なおさら難しかったと思うんですけど、普段、その近藤さんがやるような役とはまたちょっと違うテイストの役っぽいじゃないですか。なんか、そうですね、そういうなんか反響みたいなのありました。その近藤さんのファンの人とか。でも結構、覆面に見てくださってる方多くて、おお。毎週感想がそう送られてくるんですけど、そうですね。でも、やっぱり、高校生特有の明るさというか、元気さはやっぱ見てる人は、そこでちょっと、なんていうんですかね、暗い、というかシリアスな話題が多いから、
ここでなんかうまく見てくださってるのかなっていう、ちょうどそのいい塩梅で、いい塩梅で、ああなるほどなるほど、確かに。でもなんか今それこそあのアベマ TV の方で、ね、あの、結婚しましたやってるじゃないですかあれとのなんかそのギャップすごくないですか、なんか確かにそうですねだどっちもそれこそ、うん、そのワタコン見てて、うん、あ、覆面 D の出てる子だって、うんうん、最初にこう発表になった時に言ってくださる方もいましたし、だから、はい、昨日だったんですよ放送が、はい、だ金土で私、うん、アベマに出てるんですけど、すごっ大人気っすね土曜日は、はい、結構真面目にお芝居というか、うん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 、で金曜日は割とこう私が前面に出て素っぽい感じというか、はい、うんうん、ああなるほどなるほど、そっか、いやすごいな幅がすごいっすね。でもこの感じで一個は出てるので、うん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 、この感じで、うんうんうん、だからそんなにそのなんていうんですかね、普段の感じ、そっか、素ですもんね要は、確かに、はい、いやすごいな、面白いな、すごいっすねね、普段モデルさんもやって、はい、すごいよな。あとあれですよね、なんか写真とかもやってますもんね、なんかフィルムで撮ったりしてません？あ、そうなんです、で送ってくれましたよね、撮らせていただいて、はい、うん、いやめっちゃいい写真を撮ってくれて、なんかあのそれこそあの今日のシーンの時に撮った写真送ってくれた気がするんですよね、あの、自習する前の、うん、学校のシーン、うん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 、あの時の写真すごくなんか青春感って好きなんですよね。確かにあれめっちゃいい写真ですよね、うん、あれめっちゃいい写真、めちゃくちゃいい写真、そんな写真、あれってまだ使ってないですか？私は使ってないです、多分使わないですか？あ、はいえ、なんかインスタとか上げたりとかしない、使っていいですか？じゃ ぜひ、お、いいんですか？よければ、えー、使おう、やった、全然、後でインスタにあげます。渡していただきます。ちょっとコメントも見てみましょうか。いや、でもそうっすよね。僕のインスタライブにこうやって、なんか、コラボで、そういうなんか、女優さんとか来ることってあんまないんで、かなり新鮮です。あれ？ 2 人やってました？覆面 D チームは、海星、リキ、あとジントくんと、あとソタくんやりました。あ、2人か。うん、うん、うん、うん。ちょいちょい見てました。あ、ありがとうございます。うん。すごいですね。めちゃめちゃ、コノさん可愛いっていうコメントめっちゃ聞いてます。すいません、ありがとうございます。ツイッターの方でもね、いろんなコメントをくださいって。あ出てて、はいはいはい、そうですよね、うん、インスタじゃないや、今見てるんですけど、はい、ユッキーさん、ハオとのシングルマッチ本当にやるのかな、スタントなしびっくりです、生徒も心変わりが嬉しいです、来週どうなるの、どんどんでも人がこの生徒たちがどんどんこう変わっていく瞬間はなんかすげえグッときますよね。うんうん、確かに、うんうんうん、明るくなっていきますもんね、みんな、そうそうだし、多分、うん、今後あとカンタ、カンタがまだちょっと、確かにちょっとこう気持ちが揺れ始めてるぐらいが今の第6話、はい、でこう7、8と一体カンタはどうなっていくのかっていうね、ところすごい気になりますよね。あとカズのお腹の中の子供、はい、おいるし、はい、うん、いやー、あのシーンよかったな、今日のカズお腹触っていいっていうシーン
あそこめっちゃ良かったっすね。うん。あの、実際に僕も横で見てたんですけど、あそこマジでグッときたもんな。うん。なんか自分の中で今まで、放送された中で好きなシーンとかってあります？覆面 D で。覆面 D は、意外と、今日のはもう結構好きなんですけど、2話かな。2話、武藤君と、はい、レストランみたいなとこで喋ってるシーンがあって、ああはいはい、やめた方がいいぞみたいな、はい、そうですね、キャプラで働いてるよみたいなのをカミングアウトする時が結構、あそこは割と、うん、ゆるっとした空間というか、ただ友達と喋ってるだけの空間っていうのがあんまりなかった、はい、あー、はいはいはい、あの撮影の中でも、うん、確かにシリアスなシーン多かったですもんね、うん、なので、うん、あそこは結構自分の中でも、うん、こう心が休まる瞬間というかなるほど、ああそういうことか。確かに結構、まあ、今日とかもそうですけどシリアスなシーンが多い分、そういうなんかこうちょっとこう自然体でできるシーンがすごい印象に残ってるってことですか。はい、あとはもう、ね、あのキャバクラのシーンで、はい、メンディーさんが、はい、オレンジジュース飲んで、はい、すごいちっちゃくなってるシーンあるじゃないですか、はい、やりましたねあれ撮影中も見てて、はい、すっごい印象に残ってます。なぜか、なぜかフォルムがなんか可愛くてメンディーさん、おーちっちゃくなって、はい、メンディーさん大きいじゃないですか身長が、うん、はいはいはい、なんかそのメンディーさんがちっちゃくなってもうこんなんなってたからてかあのシーンが初めましてでしたよね。はい、え、あれ、あ、いや、お、一緒に会話するシーンはそこが初めましてだった気がするんですよね。あ、そうですね、確かに、うん、ですよね、はい、うん、そうそうそう、だって覚えてもなんかそのいろいろその、うん、シーンのその休憩中とかいろいろ話しててなんか SF 映画が好きだみたいな話とかいろいろしたの覚えてますもん。確かに、うん、おすすめな映画とか聞きましたね。確かに、そうそうそう、あの時何をおすすめしてもらったんだっけな、それ見たんですよ僕。何ですか、何だろう、そう、すぐタイトルが出てこないんですけどでもちゃんとね見たんですよ、はい、あのシーンでも確かに僕も印象残ってるかもしれないですね。なんか大地大輔とそのキャバクラっていう場所のギャップがなんか自分の中でもすごかったんで、うん、第一大好きだったらキャバクラでどうなるかなと思った時にもうリュック背負ったままちっちゃくなってオレンジジュースなるほど、うん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 、ぽかったです。確かに、でなんかもう多分第一大好き絶対キャバクラとか来たことないからもういかたわかんないみたいなめちゃめちゃ挙動ってるみたいな、そういう感じでなんかお芝居してました、うん、確かに、うん、そう言われてみれば、うん、しかもあのシーン、うん、うんうん、面白かった。でもなんかやっぱ自分河野さんとその一緒に撮影したシーンとか自分が撮影したシーンはちゃんと分かるんですけど、うん、他のみんながどうやって撮影したかって知らないじゃないですか。はいはいはい、見て、うん、あ、こういう感じだったんだとか、うん、あ、すげえやっぱみんなすごいいいお芝居してるなとか、
いうことって結構ありませんでした、うん、ありました。だから途中の、はい、あの私見てない、あのそのそれぞれの生徒のうん、シーンとか、はいはいはい、あの家のシーンの家族のお家のシーンとか、うん、はい、あとそれこそ先生とカズと先生と武藤くんと先生と、うん、鶴田くんとかのは全く見ないから、そうっすよね、お世話誰がするんですかみたいな、あー最初の方のシーン、はい、うんうん、シーンとかは結構はいいなって思いました。確かに、うん、あとその自分が出てるシーンとかでこうインサートで入ってくるのとかも結構あるじゃないですか。はいはいはい、あと回想シーンとかもそうかもしれないですけど、うんうん、ああいうのが入ってくるとよりなんかこう、あこういう風になるんだみたいなの結構ありますよね、うん、そうですね、うん、そこの場だと一連で撮っちゃったりするから、うん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 、でみたいな感じですもんね。それをなんかやっぱあのオンエアで見るのが結構楽しみなんですよね、僕もめちゃめちゃ多くですね、うん、私もともと自分が出てる作品を凝視できなかったんですけど、凝視凝視、はい、あの大丈夫かなっていう確認ぐらいで、あ、その辺りを物語、なんかこうちゃんと見れなかったんですけど前は、はい、でも覆面 D はなんかお話自体が面白いじゃないですか。だから全部今のところ全部見てます。見ても、おー、今まではそのなんかこうやっぱちょっと恥ずかしいみたいなのが見れなかったってことですか。恥ずかしい、そうですね、なんかどうなってるのか見たくないなみたいな、もう自分がもうやっちゃった後だから、あーなるほど、もうこっからはどうしようもないけど確認はしないとなみたいな、そのどういう演技したか最終ぐらいの感じでしか見れなかったんですけど、はい、今回は普通に物語として見てます。おー、なるほどなるほど、うん、でも今回とかでもなんかあそこなんかこう したかったなとかいうのも あるんですか。やっぱりこうしたかった、なんかちょいちょいありますね、なんか、うーん、言葉の運びじゃないけど、あーなるほどなるほどなるほど、こういうあの上あの起伏みたいな、そう起伏とかが、あもうちょっと行ってもよかったかなとか、あーなるほどなるほど、まああったりしますけど、うん、ただ見てますでもなんかそれめっちゃなんか嬉しいっす、なんか僕も今までそういうことがなかったけど覆面 D ではなんか見れてるみたいな、うん、めっちゃ嬉しいっすね、はい、割と全部追ってますね。めっちゃ嬉しい。なんかコメントで結構来てるんですけど、あのジェネコー出ていただ いただいたじゃないですか。はい、ありがとうございました。 ありがとうございます。あの時あのオーディションの時の話を聞きたいっていうコメント結構来てるんで、はい、どうでしたかっていうのもあれなんですけど、はちゃめちゃだったじゃないですか。やっぱその元々のそのジェネレーションズのイメージだったと思うんですけど、うん、変わりましたイメージ。だいぶ私あの音楽番組とかで拝見するぐらいのイメージというか、うんうんうん、こうかっこよく踊ってる歌ってる、うん、まあ、俳優やられてる方は俳優の方で見てるイメージ、うんうんうん、はいはいはい、
だいぶ全員芸人さんなのかなぐらい笑いを取りに出た感じが、はい、うん、みんな本気っすからね、もうマジでガチで来ますからみんな。すごいなんか顔を真っ黒になってる方とか、うんうん、もうここ押さえてる人これね、言いました、言いました、はい、もうこう、うん、あのなんか着てる何何あと頭にカレー乗ってる人いましたもん、なんかねカレー乗ってる人いたし、はい、あはいはいはい、だしなんか顔にペイントされてる方もいらっしゃいましたし、全力な感じしました。はちゃめちゃ、はちゃめちゃですもんね、本当に。すごい、うん、え、あれは普通にこうオーディションを、はい、してくださいっていうふうに多分言われていってると思うんで、多分普通になんか、はい、お芝居見んのかなぐらいな感じで思ってたと思うんですよ。はい、それをやらないのがジェネレーションズなんですよ全然やらないのがジェネレーションズなんですよね。これが本当に。でもこれ普段はメンディーさんもやってるってことですよね。普段僕もやってます、あれと同じことうん、僕もやってますよ。あれね、全然もう笑うことしかできなかったです私いやでもなんかすごく、うん、でもオンエアとか見させてもらったんですけど、今野さんも曽田くんもなんかすごいこう笑ってくれていたんで、メンバーはめちゃめちゃ嬉しかったと思いますよ私多分どんどん乗ってきてどんどんいろんなことをやってたと思うんですけど、うん、はい、本当になんかありがとうございますありがとうございました本当に。いや面白いな、まあ、本当にでも面白かったんだよな。え、今野さんは誰、はい、あのキャラの中だと誰推しだったんですか。私、いや結構あれ決めるの難しくて。確かに皆さんすごく面白かったんですけど、はい、どうすね、誰か。でレスキューってあ、ゆうたくんの、はい、渡さんか。ああ面白かった、面白かったです2.9 とか言ってましたもんね、はい、2.9 って9さえ合ってればいいっていうことかっていうえ、結構今野さんはああいうなんか、はい、大声系のお笑いが好きなんですか。大声系のびっくりしちゃうんですけど、はい、面白かったですね、なんかあれバッチリですね、ゆいたくん、あれはハマってたんですね、うん、ってことは。いや、面白あとなんかコメントとかでなんかケータリングの話をなんかすごいみんな聞きたがってるんですけど、なんかいろんな差し入れ、今回なんか覆面 D でもみんな入れてくれたりとかしたじゃないですか。はい、なんか あれ美味しかったな、嬉しかったなみたいなとこあります。何個かあるんですけど、フルーツサンドと、あ、フルーツサンドありましたね。ね、すごい、こんな大きいフルーツサンド、そう、うん、でかかった、はい、と、あと最終日に、うん、メンディーさんが入れてくださったなんか、え、なんですか、なんとかカーみたいな、ああ、あれか、カフェカーみたいな、あ、そうです、そうです、あ、はい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 、確かにあれ良かったですよね、テープとか、うん、あれ、めちゃめちゃテンション上がりました。お、良かった、イエーイ、確かにあれ良かったですよね、確かに確かに、はい、もう終わりっていうかクランクアップだったのに、はい、帰らずに
ットドッグ食べてスムージーみたいな。スムージーやりました。はい。飲んで食べ帰りました。喜んでもらえて嬉しいですね。てか、あの日じゃないか。あの前、その、あ、だっけ、オーディションをやった日に、メンバーも実は、差し入れてくれてたんですよ。はい。なんか変なのいっぱいありませんでした？なんかネギパンみたいな、なんかネギの謎のパンみたいなのがあってとか。はい、はい。あと何があったっけな？プリン。プリンありましたね。プリン美味しかった。プリン美味しかったです。うん。プリン美味しかったです。はい、あと何があった？あとなんか、コロッケみたいなった。あ、はい。コロッケ。コロッケみたいな。うん。コロッケみたいになりました。はいはいはい。うん、でネギパンの美中結構やばかったじゃないですか。本当ね、ネギが、ポンみたいな。僕はなんか見て、何これと思ったんですけど、撮影中は食べなかったんですよ。で、はい、あれ、持って帰って食べようと思って、持って帰ってみたんですけど、はい、あの、あれなんかね、ネギは全く入ってなかったんですよね、確か。え？なんか、ソーセージパンみたいな感じだったんです、あれ。へー、見た目だけ？見た目だけが、ネギで、中ソーセージ。はあ、なるほど。うん、だった。だからそのちょっと拍子抜けしたっていうか、美味しかったんですけど、ね、なんかね、ネギ入ってそうな見た目。見た目めっちゃネギネギ、ね、見た目めっちゃネギだったんですけど。あ、プリン、ネギパン、コロッケパン、いちごバームで。あ、そうだ、そう、いちごバーム、うん、全部でも美味しかったって。カレーパン、うん、うん、あとなんかショコラ餅みたいな。あ、ありましたね。そうだ、ネギが練り込んでんだ。へー、ネギを練り込むってどういうこと？分かんないです。どうやってネギを？ネギ油。ネギ油を練り込んでるみたいです。ネギ油ってのがあるんだ。いろんな知らないこといっぱいありますね。はい、皆さん詳しくて、全部多分コメント欄見ればわかりますね。あ、本当だ、ネギ油、そっかそっか、油なんだ。風味しなかったですか、ネギ。え、ネギ風味しなかったですか。ネギ含み、ネギ風味。あ、ネギ風味、ネギ風味は全然しなかったですね。もうソーセージ、ソーセージ、もう全部ソーセージが持ってっちゃってました。うん。あら。全ソーセージ。気になっちゃう、そんな。いや、でも、って言われると食いたくなりますね。一体どんなもんなんだろうっていう。うん。うん、確かに。そうですね。いや、そうだな。うん。いやー、でも、7、8話、ここからさらに盛り上がっていく風になっていくと思うんですけど。うん、はい。どこまで話せるかな。まあ、でも、まずは、その、鶴田と小橋、今野さんと、うん、あと、曽田くんが、まあ、どうなっていくかだと思うんですけど。うん、まあ、はい、予告どうなってましたっけ。予告ちょっと今見てみましょうか。まだ僕ね、予告。ごめんなさい。予告、あれ？さっきオンエア中に見てた分だと、うん、いや、まだね、あの、多分それ流れてないですね。あの、二人がどうなったかは、多分流れてないんですよ。お。まあ、ただ、うん、いっぱいシーン一緒に撮りましたよってことは言えますね。そうですね。うん、いっぱい撮りましたよっていう。あと2話で終わります？なんか終われなくない？寂しい、普通に。いや、寂しいのももちろん
ですけど、はい、寂しいのももちろん、うん、まだだいぶ一緒に撮ったシーンあるじゃないですか。めちゃめちゃあります。それ足ります？尺2話で足りる？だってめちゃめちゃ撮りましたもんね。はい、うん、だいぶ、うん、でもなんか本当にあの、うん、スタッフさんも言ってたんですけど、もういいシーンが多すぎてもう、うん、まとめるのが大変だって言ってましたよ。だってもともと30分予定とかでしたよね。そう、もともとそうだったんですけど、もうゴリゴリに伸びて伸びてっていう。今日も1時間今日50分ぐらいですね。あ、今予告見てるんですけど、はい、鶴子場がなんか丘の上で万歳してるシーンはありましたね。元気よさそうに元気よさそうに丘の上で万歳をしているシーンはありました。そこで着ている T シャツが BBT の T シャツですね。あ、じゃあだいぶあれですね、だいぶ予告で。じゃあ2人がどうなっていくのかっていうのは多分なんとなく ね、あのずっと見てる人は多分わかると思うんですけど、出ちゃうやつだ。うん、あとはカズが多分お腹の子がそろそろですみたいなシーンもありますね。ああ、うん、いやー楽しみですね。うん、いやでも本当今日も泣いちゃいましたもん。やっぱあのスナックレオのシーンで、もう前は前はね本当にもう、うん、涙腺がバカになっちゃう。うん。うん、バカになっ、お、待って。すごい。ちえこさん。トレンド来ました、だって。やった！ありがとうございます。嬉しい。素晴らしい。嬉しいですね。皆さんのおかげですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。世にも奇妙な物語の裏でよく頑張ってます。すごいな、だって世にも奇妙な物語。世に奇妙もいいですけど、覆面でも皆さんぜひ見てください。お願いします。ちょっとね、いやでも本当に、うん、今日もグッときましたけど、多分来週、もう再来週だってもう最終話になっちゃうわけで、最終話もね、本当に、まあちょっと思い出しただけのやばいんですけど、最後っていうか本当にいい、あの、大事なシーンで、教室のシーンがあるんですけど、その教室のシーン、もちろんね、その、うん、鶴子場はいないんですけど、それがなんかね、もう本当にね、なんかもう、悲しすぎて、マジでなんかこう、気持ちが入ったんですよね。だからその最後のっていうか、もう第8話、第7話もそうなんですけどもマジで見てください、皆さんお願いします。なんかもうちょっとあのシーン思い出しただけでもやばい、本当になんかもうやばいな、ちょっと危なくなってきちゃったんですけど、でもね、前は前は本当にバスタオル必要ですよって僕言ってるんですけど、ティッシュじゃ足りませんと、バスタオル必要ですよって言ってるんですけど、本当にね、バスタオル必要、本当に、うんうん、最近なんかこう泣いてないですとか、なんか涙活してないですよって方はぜひね、覆面で見てもらいたいですね。うん、もう今野さんの今日の第6話のシーンもまだ見てない方いたら、もう本当に見てください。今すぐこのインスタライブが終わったらもう今すぐ見てください。スナックレオのシーンですね。え、感情がグッてなるんで、もうその後ももうめちゃめちゃね、いいシーンいっぱいあるんで、はい、ぜひ皆さん見てください。はい、あとあれですよね、はい、愛か、うんうん、愛傷が流れる場所がすごい涙を誘いますよね。そう本当にそう、タイミングがもう神、うん、神ですよね。
なんか聞くところによると本当にもうスタッフさんがあのもう何人も何人も集まって、はい、どこで相傷かけたら一番グッとくるか対決をずっとしてたらしいです。あれ編集の、 あの現場で編集室でそれぐらいもうこだわりにこだわり抜いたタイミングでいつもポンってこう、うん、ドゥーンっていつもね相傷がかかるの、それがまたいいっすよね。はい。あ、それこそこの間そのコンさんライブ見に来てくれたじゃないですか。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。あん、はい、相傷あのパフォーマンスしてたと思うんですけど、はい、なんか どうでした、なんかこう自分がこう出てる作品の主題歌のパフォーマンスをこう生で見るみたいな。え、かんすごいあのなんていうんですかね、言葉があれなんですけど、めちゃめちゃ感動しました。なんかわーみたいな、その会場の雰囲気とあのステージのセット、こうなんか、はい、晴れてたじゃないですか。うん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 、何かが、うん、あのカーテンみたいなね、はい、はいはいはい、あれ、うん、全部を合わせて、うん、すごい感動しました。隣にしおりちゃんがいたんですけど、あ、そうですよね、うん、はい、秋田さん見に来てくれて、だから一緒に流れたと思っていやでもね、見てもらえてすごい嬉しかったですし、そういう風に言ってもらえて、うん、めちゃめちゃ嬉しいです。なんかちょっと言わせちゃったみたいになってるかもしれないですけど、いや本当に嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。あ、よかったです、ありがとうございます。メンディーさんラップしてるし。そっか、そういうのもあんまりね、あのイメージないですもんね。ないです。うん、第一先生ですもんね、もうこのさんの中では、はい、先生ラップしてるぞみたいな。はい、私、うん、ダンスのイメージがあったので、うん、なんかもうマネージャーもいたんですけど隣に、はい、メンディさんがラップしてるって追いかけてました。メンディさんいやー、そっか、嬉しいですね、なんかそんな風に言ってもらえるの。うん、まあね、いろんな、でもそういう、それこそなんだろうな、でも近藤さんモデルとかやられてる雑誌とか見てると、あ、近藤さんだっていつもなるんですけど、はい、お、やっぱそのお芝居してるときとは全然違うなってやっぱありますもん。うわ、やっぱ全然違うわってやっぱなりますもん。それと同じような感覚なんでしょうね。なんか実この別のこうなんか一面を見るっていうのは、うん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 、確かにそういうことなのか。なるほどな、はい、うん。でもとにかくもう覆面 D、ね、今 ありがたいことにトレンド入りさせていただいてますけれども、本当にいい作品なんで、ね、ぜひあの皆さん見てみてください。よろしくお願いします。私あの近藤さんもこの後というかあの7、8話もうたくさんたくさん、まあ、あんま言えないですけど出てくるんで、めちゃめちゃ出てくるんで、はい、皆さんに見てもらいたいですね。確かに、うん、あちょっと一瞬消えてもいいですか？あ、いいっすよ。ちょっとすいません。え、何？あと、近藤さんはね、私たち結婚しましたにも出てますので、うん、こちらもぜひ皆さん見てください。どうなんで持ってんすか、覆面 D のお面。あ、でもそっか、はい、この間、その先行試写みたいな、はい、あ、そうだそうだそうだ、やった時に、あ、違いました。先行試写の時にそれもらえませんでした？いや、先行試写の時は、はい、あと、私たちはもらってなくて、あの、放送直前インスタライブ、うん、うん、あの5人ぐらいかなってやったんだけど、うん、その時に
なんつうかそのサプライズ。めちゃめちゃいい人っすね、本当に、近藤さん。これでもね、絶対モテるだろうな。ファンの方が欲しいですよね、きっと。え、なんすか？ファンの方が欲しいやつですよね、これは。そうですね、まあ、その先行したに、こう、うん、あの、当選した人しかもらえてないっていう激励アイテムではあるんですけど。いや、なんかそのサプライズちょっと。サプライズじゃ全然思い出しました。いや、そのサービス精神っていうか、もうそれがなんかやっぱ素敵。なんか素敵です、本当に。画面にメンディーさんが2人という。おもろ。なんかその、あの、お面やって、はい、なんかスクショタイムみたいな作業やります。いいんですか？はい、はい、ぜひ。お面ありなしバージョンでいきましょうか。はい。じゃ皆さん、一旦ダブルメンディーでスクショタイムです。どうぞ。ありがとうございます。はい。せっかくなんで、じゃあそのお面なしバージョンもやっていきますか。スクショタイム。あ、なんかポーズあります？最近みんながやるポーズ。わかんないんですよ。苦手。あ、苦手ですか。したら覆面 D ポーズにしましょうか。いきます。スクショタイムです。覆面 D。 イエー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当ちょっともうなんか近藤さん素敵、マジで。なんかもう素敵ですね。なんかもう親御さんにありがとうございますって言いたい。なんかもう本当に どう素晴らしい教育をされてきたんですねって、もうありがとうね。もう親御さんに言いたいです、僕は。それぐらいもう今日ちょっともう改めて素敵な方だなと思いました。ありがとうございます。いや、でもちょうどね、6話すごく近藤さんにフォーカスするシーンがいっぱいあった、あの覆面ディナーの後にこうやってお話してきて嬉しかったです。いや、もうこちらこそ、はい、引き続き結婚しましたの方とかもいろいろあると思うんです。応援してます。本当にありがとうございました。また、ありがとうございました。ぜひインスタライブやりましょう。ぜひ。ありがとうございます。サプライズ嬉しかったです。じゃあこちらこそ。皆さんも、はい、ぜひ覆面で見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。これどう消えます？それは僕が切っちゃいます。はい、はい、お願いします。